はいどうも、りょうへいでーす。お願いします。今日から1週間、僕がしょうへい TV を乗っ取っちゃいます。7日間で僕ができること、例えばまあキャッチャーの基礎的なところや、またグローブのお手入れ動画など、翔平さんにできないようなことを僕が配信していきたいと思います。ちょっとまあ一人とはいえまだ最初なので、お友達を呼びたいと思います。どうもー、八王子レクスタリティの江頭です。お願いします。お願いします。頑張ってください、りょうへいさん。いやもう乗っ取ります。乗っ取ります。はい、もうなんか翔平 TV じゃなくて良平 TV に変える勢い。まあまあ、文字一文字変わればすぐに乗っ取るので。パクったんすか。いや、作ってもらいました。これあれですよね、翔平さん知ってるんですか。知ってます、知ってます。あ、じゃあ僕より先に翔平さん知ってました。あ、これ公認なんですね。そうです。これもし勝手に自分でやってたら叩かれてしまう。そうですね。今日は簡単なキャッチング動画から撮影して いこうかなと思ってます。どういう練習なんですか。冬に、まあ、ボールを使うは使うんですけれども、まあ、あの簡単に2人いればできるような、で負荷もあまりかからないような、ミットが落ちない練習だったりとか、変化球への対応のキャッチング練習をやっていこうかなと思います。それではやっていきましょう。今回の練習で用意するのはボール1つだけです。で今回の練習のやり方なんですけれども、相手にワンバンを投げてもらって、下からボールを親指の付け根を差し出しながら3本指で取りに行くっていう練習です。こちら緩いボールワンバンで取るところが、変化球の練習だったり遅いボールを取る練習にはなります。でしっかりと掴まないとボールがこういうところで取ってしまったりとかすると結構動いちゃうので、しっかりと取るっていう、掴みに行くという練習をやっていこうと思います。こうやって、でこの時に取りに行ってしまうと衝突して落ちちゃうので、待ってて下からすくい上げるような感じで取っていきます。こうですね。こうやって取りに行ってもいいんですけど、キャッチャーミットって多分こうは使わないんですよ。どちらかというとこうだったりっていう、こうだったりって使い方が多いので、まあ基本的に使ってる指、まあ他のグローブもそうではあるとは思うんですけれども、なるべく3本の指で取りに行くようなイメージで取っていきます。芝生でやることによって落ちてくるボールなので、ピッチャーの変化球のこういう落ちてくるボールに対して合わせるようなワンバンなので練習にもなります。一番取るの大変なのって変化球なんですよ。実はまっすぐって素直に来るので結構取りやすくて、ただ変化球ってこうやってこう描いて落ちてくるので、そこで一緒に取りってしまうとこうなっちゃうので、そこを下から上げるようなイメージで取れるので、変化球を取る練習にもなります。僕のキャッチングなんですけれども、板止めというよりかは外から持ってきてとか、外から外から外からって取ったところで若干止まるようなイメージを持ちながらやってるので、そこはキャッチングって2種類あって、フレーミング系、古田さん系のフレーミング系と谷繁さん系のビタ止め系っていうのが2つあるんですけれども、そこはまあ個々の好みなのかなとは思うので、僕はフレーミングが好きなのでそれを意識しながらやってます。僕がやるのは多分谷繁さんとかはこのままこういくんですよ、ではなく僕は落としてなり、こっちからこうやって、今5本で取っちゃったんですけど、そうですね、止めに行くんじゃなくて、衝突させて止めに行くんじゃなくて、動かしながら取ったところで止まるイメージでやってます。何回か多分過去に翔平さんのピッチングとか受けてる動画あると思うんですけど、どちらかというとやっぱり下げてこうやって外から持ってくるような取り方でやってます。これだと、まあ、体に負荷もかからないんですけれども、冬でも時間ある時に誰かがいてくれればできる練習だなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。実際あれですね、はい、もし通常で僕がピッチャーでこう両平さんに投げてたとしても、はい、確かに同じような取り方はしてるなっていう印象です、うん、僕も翔平さんのイベント出させていただいた時に、はい、両平さんキャッチャーの時とか一緒に投げてるので、はい、なんかやっぱり練習のようにこう取ってるなっていう感じはあるんで、うん、もう形をつけてく練習です。癖づける練習なので、
まあ、このミットの場合はどちらかというとその掴み方、さっきの3本で掴むっていうのは僕はこういう取り方をするので、こういう奥に向けてこういう取り方じゃなくてこういう取り方をするので、まあそれは人に合ったような、まあ奥で深く取るんだったらこういう取り方をしたりだとかっていうのは人それぞれ変わってくるところではあるので、であとはビタ止めかフレーミングかでも練習のやり方はそこは変わってくるので、あくまで参考程度ではあるんですけれども、まあ皆さんも練習取り入れていただければと思います。ちなみに何だそれ、グローブ、あ、グローブっすかこれっすか、なんか兄弟っぽいっすよね。ああそうっす、これバイシュラマナっていうあの野球工房ナインさんっていうメーカーのお店のオリジナルブランド、毘沙門天なんですよ、いわゆる勝利の神様、おー勝負の神様か、はい、なんですけど、その毘沙門天のロゴが入った2020年限定モデル。普通バイシュラマナさんって単色しかグローブないんですよ。そうですね、僕も持ってんの。あ、持ってます、はい、単色なんで。でネイビーとかないんですけど、2020年の限定モデルとか、まあ、いわゆる年に2回、お正月と野球の日8月9日に販売する2回はなんと2色で、あそのなんとこれ、ね、5番目に出たモデルなんですよ。2020の5って入ってますけど、本当は刻印がこれ8までしかないんで、こういうグローブ、まあ今度紹介でいいんじゃないですか。そうですね、はい、ぜひぜひしますね、はい、ちょっと兄弟チックなグローブというかサムネこれそれは違うやん、違う、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。